松浦清は日本の経営者、プレミアアンチエイジング株式会社、創業者、代表取締役社長 CEO、広島県広島市出身。真の父親は親戚が経営しているクレソーゴ銀行に助けられながら、広島の老舗宝石商となる。清自身も後にニューヨークの宝石鑑定機関 GIA にて宝石の学位を取り、 ジュエリーの事業を起こしている。地元の名家の後取りとして生まれ、裕福な家庭で育ったが、清が12歳の時父親が高い。広島学院中学校、高等学校から、慶応義塾大学経済学部に進んだ。大学時代親戚の宮崎京子のところに行き、俳優に興味があるから無名塾を受けたいとお願いした、あと、ニューヨーク大学で演劇の勉強を学んだが、 全く才能がないと悟り帰国、アフラックに就職した。数年サラリーマンを経験した後、米コロンビア大学経営大学院に入学、2001年に MBA 終了。帰国後、戦略系、コンサルティングファームに1年勤めた後、2002年企業、イラグジュリーブランドアントニーニの日本法人を設立。その後、いくつかの投資ファンドの代表を務めたが、2008年の リーマンショックの前に会社をすべて売却。QVC ジャパンにヘッドハントされ、通信販売業界に可能性を感じ、2009年12月にプレミアアンチエイジング株式会社を設立。代表に就任し、化粧品開発販売事業を開始。デジタルマーケティングを強みとし、ネット媒体と店頭で2020年7月度には205億円の売上を計上するまでに成長させた。 主力ブランド DUO では2018年9月よりテレビ CM にキンキキッズを起用。新ブランドカナデルでは2020年9月よりテレビ CM に米倉良子を起用。DUO は2019年より日本のクレンジング部門でにおいてシェア1位となっている。2019年はベストコスメ12巻、2020年はベストコスメ45巻を獲得。 また2020年、2021年と2年連続で WWD 新年号で業界のリーダーの一人に選ばれている。2020年10月28日には東証マザーズに上場を果たした。ありがとうございます。